白河市では多くの人たちが利用する公共施設での感染防止を図るため、市の職員を対象にした講演会が開かれました。参加したのは、市の対策本部の職員や公立の幼稚園や保育園の園長など50人です。講師を務めたのは、県の感染症対策アドバイザーで、県立医大の金光啓二教授です。金光教授は、新型コロナの感染者は全国的には20代が多いのに対し、県内では50代が最も多いことなど現状を説明しました。そして手洗いは回数よりも食事の前や遊具を使った後など適切なタイミングで行うことが大切などと話し、状況に応じた対策の必要性を訴えました。今国の考え方とかですね、県の考え方、あるいはその感染状況を考えながらやらざるを得ないというところもあるんですよね。だから感染対策は成果が一つでもないし、こうやるんだって普遍的でもないということですよね。感染症の状況によって違うし。参加した職員はメモを取りながら熱心に耳を傾けていました。職員もそうですけれども、保護者の方の考え方がまちまちだったりだとか、そういうことで私たちの対応がこうすごくぶれるというか、すごく悩みの種だったりするんですけれども、その時その時状況によってしっかりと対応していくことが大事なんだなということがちょっと分かりました。もしみはもとより職員が感染しないような体制ですね、引き続き業務に当たってまいりたいと考えております。今日の講演の様子はビデオカメラで撮影され、市ではすべての職員に情報を共有することにしています。